何その人、やだよ、変な、もう俺のいちいち悪口言ってる人よ、怖いよ。何の悪口言ってんのこの人は、最近ロキソニンさ、荒野行動やってないじゃん。なんで悪口、荒野行動、悪口言ってんの。何言ってますか。あ、なんか悪口言ってるって言われたんで来たんですけど、あの被害妄想もやめてくださいね、一馬さん。え、あ、被害妄想でした、僕の。あ、お前の被害妄想。あ、嘘、そっか、被害妄想だったんだ俺の。いや、なんか悪口言ってますよルームマスターさんがって言われたんで入ってみた。え、何この人、なんつってたの、なんて言ってたのか答えてよ、聞いた人。なんつってたのよ、なんて言ってたの。おちょくりハマ連れてこい。あ、OK。 分かってんだろうな、蹴ってんじゃねえよ4番。すいません、おちょくりハマです、来ました。何ですか。4番調子乗りすぎなんじゃねえのかてめえや。4番さん、おちょくりハマーですけど、呼ばれてきたんですけど、どうしました。ちょっとね、4番さんが調子乗りすぎてマジ決めんすよ。じゃあ4番さん、ちょっと喋ってもらっていいですか。僕来たんですけど、なんかよ。はいよー、猫が怖い、猫が怖いよ、ちょっと他の方うるさいんですけど。4番さん聞こえる、もう喋んないんだったら抜けるよ。あ、なんだろう、他の旅行。はい、怖いよ。何4番さん。あ、5番の旅行、どうした、なんかお前気がってるらしいけど。何がよ、なんでそんな俺に対して怒ってんのあなた今。何かしました。いや、被害妄想してるじゃん、なんか。被害妄想？いや、その前にだって、おちょくりハマー連れてこいよって言ったのお前でしょ、だから来たんだけど。被害妄想の話の以前の前にお前が俺を連れてこいって言ったんでしょ、だから来たの。だから何って言ってんの。わかる？ああ、だからなんかお前がいろんなやつで、なんかディスってんでしょ？誰を？いろんなやつって例えば？いや、知らねえよ、女の。知らねえのに、知らねえのに言うなよ、お前。知らねえのに言うなよ、お前。お前の被害妄想じゃん、それこそ。バカなの、お前。知らねえんだろ。俺に被害妄想言う前にお前が被害妄想言っちゃってどうすんだよ。おい、ヤクザくん。頭大丈夫。何？お前が悪口言ってんのは知ってんだよ。だ、誰が誰だか知って。誰の悪口を言ってんのよ。知らないんでしょ？誰が誰だか知らねえよ。ああ、ただお前がそうだ、じゃあ、被害妄想。なあ、オッツ、被害妄想、オッツでーす、4番さん。何、お前が被害妄想してるからだろとかって話作っちゃってるけど、お前が被害妄想、オッツであります。はい、5番さん、お疲れさん。お前は俺に論破されたから。どこら辺が論破ですか。どこら辺が論破。お前のさ、お前のやり方ってもうさ、論破論破って騒いでるだけでさ、で、なんか都合悪くなったら俺のこと落とすんでしょ？さっきみたいに。おい。で、なんなのよ、だから君。気持ち悪いんだよ、4番さん。何お前、いろんなやつって。誰、何？で、何が言いたいの？じゃあ、わかった。じゃあ、いろんなやつをじゃあ追求しないで、優しいから俺。いろんなやつっていうのを追求しないであげるから、何が言いたいのかじゃあ言ってみて、どうぞ。何が、どういうこと？もう一回言って。ん？だからいろんなやつを俺は追求しないから、誰っていうようなこと聞かないから話を進めてみて。ああ、で、なんでお前さ、いろんなやつ、まあ誰が誰だか知らんけど、なんでお前急にそってなんかディスったりするの、お前は。ん？だってお前も俺のことディスってんだから、急にディスってんでしょ、お前も俺に対して。ああ、ディスの役目は俺の役目だから、お前がいちいちそんなやめやんじゃねえよ、お前。なんでよ。俺だけで十分なんだよ、お前は邪魔なんだよ。あ、そう。おう、そうだよ。分かったらお前出てけ、マキソガキは。おい、ジジイ。ジジイどうしたんだよ、いきなり。ん？あ、
アーノさんですか、ナルトさんの。ナルト巻さん、あなた。金髪豚野郎、ちょっとお前のちょっと探してきて。じゃあ、あの見てきて、動画見てきて、金髪豚野郎のあの動画見てきて、動画。頼む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 。え、同い年じゃないじゃん。いや、同じ同じ。え、ちょ見てきて見てきて。そう、同じやつ同じやつ同じやつ。6番さんに質問。ナルト巻きは好きですか。あ、ナルト巻きだ。え、待って待って待って。やめろってやめろって4番。言いますけてください。勇敢やめろ、勇敢。勇敢やめとけって。ナルト巻きだな、お前。やめろ、そらダメだよ、バレるバレる。いいから、うざいって。ナルト巻きって何。あー、もう4番入ってきたじゃん。やばいぞ、にゃんこ先生バレてるよ、この4番覚えたから。こわ、ももちゃん。え、なんか変わったんだけど、嵐に魅力を避けられてモチベーション上がらん、このゲーム怖い。ひどいとか言っといてあげる。てかさ、なんかね、ナルト巻きっていう、なんか、YouTuber かな、わかんないけど、なんかいろいろ。それ、俺やで。それ、人狼俺やでー。魅力なんてどうでもよくない。俺やでー。なんかそれ最初、あの、下ピをしてるんですけど、金髪からどうし下ピ、金髪からどうし下ピ、なんかその穴のところに初めて肉ができたんですよ。それ友達が来たんです。なんてなんてなんて、今なんて言った。ナルト巻きっていう YouTube まだやってるんですか。なんで、え、おい、はい、金髪豚野郎。どうやって。おい、やってんの、次は下ピの地盤か、お前。まず、ツラフラ。おい、おい、次は下ピの地盤かよ。いつもお前自慢してるな。すっげえ。6番。なんだっけ、え、なんだっけ、売れない YouTuber だよ。なんだっけ、売れない YouTuber？ 売れてるんだけど、実は。ん？もう忘れちゃったの？6番ちゃんはおちょくりハマー忘れたかい？6番さんはおちょくりハマー忘れた？だからちょっと待って、あの、いいよいいよ、下ピアピールで舌出しながら喋るのやめてもらっていい？ねえ、汚いから臭そうな、ね、なんでそんなさ、下ピをなんかいじってるんです、私みたいな感じのノリを出してくんの、6番は。ん？売れない YouTuber ですかって言ってるけど、お前も YouTube やってんでしょ、ね、BTS かなんかの動画上げてたじゃん、人の動画。売れてないね、6番。いまだにまだこうやって人狼殺に居座ってんだ。6番さん、聞こえる？聞こえるかな？ん？まだ今日も自慢してたね。ずっと聞いてたよ、君の話を。黙って。幸せそうだったね。やっぱこうやって人狼札開いて自慢してるんだ、いつも。ゲーム開始します、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、6番さんで、ふざけんなよ。書き上げると、金髪こんにちは、エクステ中学女子です。ありがとうございます。めちゃくちゃ覚えてんじゃねえかよ。ナルト巻さんが4番さんに、あー、わかった、ナルト巻さんが4番さんにおちょくりハマーのことを話して、4番さんがおちょくりハマー呼んでこいよっていうことか。君サバーカなの？何、どうしたの？じゃあ話聞くわ、クズの話。どうしたの？じゃあ俺が話しちゃるわ、お前に。お前とりあえず気持ち悪いから死んでこい。え、なんで？気持ち悪いから死んでこい、それだけだぞ、お前理由は。いや、生きる、何でもね、生きる、死んでこいや、死んでこい。行きまーす。スパチャ助かんだ。ダメだ、死ね。え、行きますじゃねえよ。なんで死ねって言われなきゃいけないんですか。怖いんですけど。
怖えだろう、だから死ねえよお前。怖っ、死ねって怖すぎるわ、震えてるわ。震えるだろうお前、プルプル震えとけよ。脅してるんですか僕のこと、死ね死ね言って。脅してるよ、死ね死ねお前、脅迫ですか、死ね死ね。あ、ここ殺すぞ、殺すぞお前。言っちゃった。ほら、脅迫してんだお前、脅迫してんだよお前のこと、お前殺すぞお前。どこで殺します、僕のこと。どこでもいいわ、どこでも殺しちゃるわ。どうやってどこで殺すんですか。殺すんだよバーカ。いや、どうやってどこで殺すんですか。知らねえよ。また知らない被害妄想。だから頑張って笑うなお前は。え、笑えるどころねえお前。頑張ってなんでそんな笑うんだよ、フフフってお前。頑張って笑ってないんだけど、情が出ちゃった。それで頑張って笑うねお前。頑張って笑うってどういう風に頑張って笑えばいいんですか。こうやってやればいいの、頑張って笑うって。すげえ、笑い方はこうやってやるんだよ。こうやって笑え。いや、まあとにかく今そういう風になんか冗談みたいなこと言ってるけど、俺のことどうやって殺すの。どうやって殺すの。お前が俺のとこ行ったら刺し殺してやるよ。え、お前のとこに行かないといけないの。俺殺されに行かないといけないの。お前は俺に殺されるから俺のところ来て俺に刺し殺されろな。いや、こ怖いんで無理です、それ、うん、だ無理じゃねえんだよ。怖いです、刺し殺されたくないです。ああ、なら謝れ。無理です。こうってヤクザさんすいませんでしたって地べたにお前デコバンバンなすりつけろ。こうってヤクザさんキモいです。ごめんが一番気持ち悪いんだよ。5番皇帝ヤクザさん発言がマジで臭すぎて、マジで本当に気持ち悪くて歯がなさそうです。気持ち悪。落ち着こ。お前だ落ち着くのは。お前だわ落ち着くのは。な、何を落ち着…え、俺は落ち着いてるよ。落ち着け5番。必死になるなお前は。俺は落ち着いてる。うん、落ち着かないで俺のこと刺し殺すって言ってんのお前でしょ。必死になってゲームで。しかも俺お前のこと知らないし、何もしてあの喋ったことないのにいきなり殺す言われてんだよ俺。怖いじゃん。お前ブーメン返してくんじゃねえよ。何のブーメラン。もっと自分のな、はい、発言を大切にしろ。俺の言葉はうちいちお前同じようなで言うね。お前な、それそれお前な、お前え、もうなんかお薬切れちゃった。お薬、あの薬だよ。お薬の時間ですよ。じゃあ何の薬だよ、言ってみろ。コンコンコン。4番さん、4番さん、お薬の時間ですよ。スパチタさん、だから何の薬だよって聞いてんのよお前。さっさと答えろ5番。な、何が言えねえのか。何の薬か言えよお前。薬の時間なんだろ、何の薬だよ。んじゃな、何が薬。おう、何の薬か。ほら、これ自分の口で答えろ。デパス、デパス。くだらねえんだよお前それが。なんでだよ。なんでだよ。デパスじゃねえよお前、くだらねえ。で、どうしたいの4番さんは。じゃあゲームできるの。あ、ゲームしたいの俺と。 できるのゲーム。できるよ。このお前1番と3番できる。あ、大丈夫です。ん、ゲーム、ゲームやろうよ。何なの。いや、ダメ、やばい、配信してるじゃん。もう早くゲームして白黒つけようよ。4番スーベダやる。スーベダやめてくれ。ハテヤモンが席開けろって言ってる。あ、じゃあスーベダ抜けた瞬間にハテヤモン呼んでよ。はいはい、じゃあね、感染してきます。爆散人できるの。いや、爆散人できます。早く抜けろよ。じゃあお作りハマーを。はい、じゃあ4番さん、ルールお願いします。3番できる。大丈夫です。はい、じゃあルール、あー、6番できる。ヤクザさん、あ、6番ハトヤモン、よろしくお願いしま
ハドヤも何番？あ、2番だけど。オッケー。ハドヤもやる。あいつはお作りハマーは？この5番で早くしてもらっていいですか？おい5番ぶっ殺すぞ。はい、もうつまんないで早くしてもらっていい？あ、10秒ね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。人を殺してください。お願いします。お願いします。人狼一緒です。仲間です。誰がお作りハマー？はい。お作りハマーってなんか、スペース紙する人ですよね。で、加工に魅力下げまくらせるやつですよね。次、6番がお作りハマーっす。6番か。バレバレなんだよ。で、まあ、役職狩人、まあ、なんで俺が出てきたっていうと、まあ、冬村になった時に普通にあの乗っ取りとかめんどくさいから、もう狩人先に行って、まあ、占い審議で、まあ、普通に発言聞いて人狼普通にやってたらもう勝ちやん、ほぼ。うん、5番のにゃんこ先生です。収容します。人狼です。はい。2番と5番が人狼です。収容します。これであの本当のこと人狼なんで大丈夫ですよね。僕合ってますよね。このこういうゲームですよね。はい。まあ、人狼なんで、まあ、そうですね。2番さんが人狼なんで、僕と2番さん人狼なんで、僕は2番さんを釣りたいと思います。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。使用します。人狼です。ま、人狼って15秒ぐらい喋るからじゃないですか。また来たよこれ、ノリさん。ノリさんパターン来たよこれ。やめてくれもう俺。もう無理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